はい。えー、どうも、吉谷です。ドリームアカデミアの、えー、講義の方を追加したのでお知らせします。えー、こちらのですね、フォローアップ勉強会。フォローアップ勉強会ですね。このフォローアップ勉強会の、えー、フォローアップ勉強会ですね。だいぶ増えましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1十二十三3 14。まあ多分30個以上はもう余裕でなってると思うんですけど、まあ、2019年売れるキャンペーンの作り方ですね。 かなりこれはですね、あのちょっとこの記事を読んでほしいですね、ここの記事を。記事を読んでいただくと、そのまあ、考えてほしいです。まあ、どうやって売っていくかっていうところを多くの人はやっぱ考えてる部分あるんですけども、まあ、結局、どうやって売るか、もちろんそれも大事なんですけど、何が売れてるのかみたいなね、まあ、それをすごく考えてもらいたいので、まあ、文章も結構がっちり書いてあります。で、事例も踏まえて書いてありますんで。 まあ、あ動画の講義とプラス文章を読んでいただくとどういうふうにやれば商品が売れるのかっていうのが分かると思うんでぜひ、まあ、今回のなんだ講義に関してはもう完全その直近で売り上げ作れると思います、まあ、12月なんか特に、あのー、キャンペーン時期だと思いますんでだからそのキャンペーン時期にどういうふうにアクションしていくのかっていうのをすぐ使えると思うんでぜひ、えー、やってほしいなと思います はい。ということで、え講義の方を追加しましたんで、えー、シェアの方これで終わりたいと思います。ありがとうございます。